あなたたちは逃亡者。君と同じだ。俺はジョッシュ。サイモンだ。ノースよ。どういうことだ。ジェリコはアンドロイドが自由に生きる場所じゃないのか。俺たちは自由さ。理想とは違うけれど、もうご主人様はいないんだ。誰のものでもないんだよ。生き延びるために隠れる、それが自由だっていうのか。人間は残忍だ。生き残るには隠れるしかない。安全な場所なんてどこにもないわ。ここにいることがバレれば殺される。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人。他の人は逃亡中に損傷した。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。残酷な人間たちのせいで。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。何かが起こるまで待つだけ。そんなのは自由じゃない。君も迷子なんだね。でも今はこれで我慢するしかないんだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。ルーシーに会ってきっと助けてくれる。あなたがルーシー。座って。見せて。止めてあげましょう。飲んで。手を出して。すべて持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか、私たちの運命はあなたの手の中に。
僕、ひどい状態だろう。診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか？車の後ろに縛り付けられてね。人間の暇つぶしさ。シャットダウンするのは、いや、死にたくない。人間は死ぬことを怖がっている。死んだ後はどうなるの？さあ、僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなた名前は？マーカス。会えてよかったわ、マーカス。いらなくなったからって捨てられたのさ。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。じゃあどうするんだ？みんなゆっくり死んでいくんだよ。いつからここに？4週間と3日と11時間。逃げた時行く当てがなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。みんなかなりひどい状態だ。人間に逆らうとこうなるのよ。見下して受け入れようともしない。部品とブルーブラッドが足りないのに、なんで誰も手に入れようとしないんだ？簡単に言わないでよ。サイバーライフのお店に買いに行けっての？それにジェリコを出たがる人なんていない。安らぎが欲しいならよそに行けば。サイモン、修理に部品が必要なんだろう。港にあるサイバーライフの倉庫、
あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろう。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。武器はどうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろ。かもな。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。試す価値はある。わかった、やろう。